プロマイヨジムワイパー結論ギア。今日もコメントありがとう。東堂にお任せ。リクエストがめちゃくちゃ多かったこの武器、1分解説します。まずメインギアから、カムバック、イカ速、ステジャンです。カムバックとステジャン、この2つめちゃくちゃ相性いいのでつけましょう。カムバックに関してはサブギアとの強い組み合わせ方、この後紹介します。イカ速はジムの強みである射程を輝かせるために採用してます。ここからが本題、サブギアについて。メインイク効率 0.2、これつけるだけで、タメ切りが12回打てるようになります。カムバックのおかげで死んでから20秒以内ならタメ切り13回に増えますし、サブも使えるのでサブ性 0.2 につけて横振りで届かないところを届くようにしてます。死んでからすぐ戦えるためにするスパタン 0.1 はステジャンとの相性も丸。あとはお守りギアつけて完成。東堂からこのギアのワンポイントアドバイス。クイボの弱体化しましたが、カムバックとメインク効率、インク回復力アップ積んでるので、サブにそんなに気を使わず戦ってください。アドバイスあったら教えて。解説女子武器あったらコメントをよろしく。